はい、みんな、ブラックホワイトです。これで大丈夫。今回もやっていきましょう。今回は、シノンとレベルも相当上げてきて、これで大丈夫、これで大丈夫、これでまあ、相当上げてきて、いい感じです。シリカ、最初が集まってきてる。手を貸して、エンドバ、倒せる。クリーンヒット。痛い。シリカ、ありがとう。クッ、ホッ、行く、ホッ、ヤオ、食らえ、ホッ、エンドバ、エンドバ、手を貸して、スピナーバ。いやー、元集まってくる。イエーイ、忍者シルカ、ありがとう。手を貸して、テントがあら、やっそんな、当てる、やっそ、やっそ、行く、食らえ。倒し方が上で倒すしかない。あった、隙だらけ、まずい、失敗した、失敗しました。さっきのね、もう止まってんじゃねえよ。ちょっ、ちょっ、ちょっ、倒せる、弱ってるよ、今くさん、いい動きも、倒せる。そんなわけ、お前回復しますね、シノンさん。まずい、シノ、回復しないと。ありがとうございました。集まってきて。このおかげに勝ち取りっていうことができませんからね。
クリーンヒット召喚してクリーンヒットクリーンヒットあと1年か。ヘイトが
手を貸して、ヘイトが。頑張りみんな。隙だらけ。手を貸して、ヘイトが。次か。当てる。隙だらけ。頑張れよ、みんな。行く。あっ、やあ。
かあるってことは、何があるのか。Come on.
飛んじゃう。え、踏んじゃおうって。もっと上を目指すわ。もっと上を目指すわ。やりました。これでパーツが全部揃ったのです。マスターがいっぱい頑張ったおかげですね。ありがとうございます。相当苦労しちゃった。おめでとう、レイちゃん。最後のパーツはどんな機能なのかな。はい、早速はめてみますね。すごいです。マスター、私は賢くなりました。お。おめでとう。見てわかりませんか？ほら、輝く知性がほとばしっているでしょ？知性。まあ、残念ながら知性は可視化されてないようだからわからないけど、また新しい機能がついたってことかな。言語能力が格段に進歩しました。これで難しい言い回しや大人のセリフに対応できます。かつそれとエモーションカスタマイズ機能が追加されました。今までよりさらにマスター好みの私になれます。日常生活のいろんな場面でマスターの好みに対応しますよ。そいつはすごいな。タイプ X だけのオリジナル機能か。資金管理や戦闘のサポートもできるし、アファシスって本当に優秀なのね。レイちゃんの機能をうまく使えばかなり有利よ。いろいろと試してみようよ。ご利用お待ちしております。何の話や、何が言うんだった、いまいちわかんないんですけど。やりますか。デートじゃない。デートに行ってもじゃなくてダメ。ダメだ。準備はいいですか？ニュー機能。新しい機能なのです。いい感じにするのです。怖くなったわ。こんにちは、幸運なニュービーさん。なぜなのです？だってここまで攻略してこれたならもうニュービーとは言わないもの。どうやらフィールドの解放は投げ出さずに進めているみたいね。そうね、このペースでいけば SBC フリューゲル解放のアップデートには間に合うかもしれないわ。マスターやりましたよ。間に合いそうです。でももうさすがに分かっていると思うけど、
オールドサウスにもフィールドボスがいるの。ここまで来て諦めたりしないようにね。せっかくのタイプ X なんだから無駄にしないでちょうだい。あなた思ったより骨があるみたいね。それじゃあ、アップデート後の SBC フリューゲルで会えることを楽しみにしてるわ。やりましたよマスター。アップデートまでに間に合いそうだって言われました。ここまで来たら、あとはもう一頑張りですからね。ファイト！オー！ですよ。見た目変えたいなって思うんですけど、服が変わってるんですかね。え？何これ、何なの。では今回はここで終わりたいと思います。バイバイ、またね。隣で寝るのは恥ずかしいわね。ちょっと狭い気もするし。そうですね、なんか素晴らしい。何よその目。確かにこれはあんたのベッドだけどさ、私が先に寝たの。普通先に寝たもん勝ちじゃない。はあ、そうなんですか。まあそうね、一緒に寝ても別に気にすることじゃないわね。ここは仮想世界なんだし。よし、写真届いたぞ。それに小さい頃はよく二人並んで昼寝とかしてたような気が。ほう。そう考えると悪くないかも。はあ、なんか懐かしいわね。あんた寝相悪くていつも私のこと蹴飛ばしてたでしょ。え、はい、それは逆だって。え、違うわよ、私そんなことしないわ。うん、しないの。私に足気にされながら寝てる写真が あんたの家に。あれみたいですね。そんなの信じないんだから。やっぱり隣で寝るのは禁止。さっさと出てって。さあ早く。え、結局足気にしてるって。うん、いいね。もう一回。さっきのメッセージって本当？え、何？あの装備手に入れたの？ドロップしないことで有名なのに。オークションにも出ないってリズベットも言ってたのに。装備したプレイヤーを見かけた人すらいない、まさにレジェンドな装備なのに。なんかごめん、私も狙ってたことがあったけどもう全然出なくて。はあ、はあ、でもあんたの強運ってやっぱりすごいわね。おめでとう、よかったわね。運など気にすることはないのです、クレハ。アイテムはレア度よりも性能の方がずっと大事なんですから。気持ちはありがたいけど、レイちゃんにそんなこと言われるとちょっと複雑な気持ちね。え、これを私に。あんた、あら、こんなところでどうしたの。はあ、シノ、それがね。え、あの装備を手に入れたの。ちょっと見せてくれない。信じられない、
本当に存在したのね。ねえ、もう装備はしてみたの？もしこれからだったら私にも見せてくれないかな。興味はあるよ。伝説の装備の噂はすごかったから。でもクレハへのプレゼントだもん。心のこもったね。いや別に。クレハ、マスターからのプレゼントは嬉しいですか？私はその嬉しくないわけない。検索完了しました、マスター。この近くの更衣室はあちらです。更衣室はあちらで、私を無視してんじゃない。そちらは逆方向です、クレハ。更衣室はあちらです。分かってるわよ。でも確かあの装備の噂、手に入る入らないとは別に何かあったような。シノ、どうしたの？置いてっちゃうわよ。あ、ごめんなさいクレハ、今行くわ。それじゃ着替えてくるわね。おう、覗かないでよ。大丈夫ですよ、マスターはそんなことする人じゃありません。しないしない、しませんよね。しないよ。ま、信じるけど。え何よこれ。あ、マスター、クレハに何かあったのかもしれません。行ってみましょう。え、ちょっと二人とも待っ、あちゃあ、なんすかこれ、なんすかこれ、なんすかこれ、ちょっとあんたたち、クレハ、非常事態ですか？安心してください、マスターと私が来ましたから。しかしクレハ、それはかなり露出の多い装備ですね。あ、まあ、それを着て外を歩くのはあまりおすすめできないのです。ちょっと、分かってるなら見ないでよ。あクレハ、これを着るのにはちょっと勇気がいるわね。はマスターのおかげでまた一つこの世界の謎が解明できましたね。さすがマスターです。だからそんなことはいいからさっさとあっち行ってってば。ゲート編、また後から入ってくるなんて。私が先に寝てたんだから譲ってくれてもいいじゃない。はい、今日は疲れてる？そうなの？大丈夫？ちょっと熱っぽいかも。こんなところで寝てないでさっさとログアウトしなさいよ。今日はまだしなきゃならないことがあるって。そんなのは明日にしなさい。体壊したら元も子もないわよ。何この素材を手に入れる必要がある？ドロップが期間限定で、今日までなの？仕方ないわね。じゃああんたはここで寝てなさい。私がパパッと言って取ってきてあげるから、それで確認したらすぐにログアウトすること。いいわね？優しいな。
なんか辛そうね。わかったわよ。あんたが寝つくまでそばにいてあげるから。今回は特別よ。あとこれは貸しにしておくから、はあ、いつかちゃんと返しなさいよ。もうそんなことはいいから、早く目をつむって寝なさいよ。はい、終わりましたね。またねーって、またくっつけるんでね。